草野球を笑うな。草野球を笑うなのお時間でございます。よろしくお願いいたします。この番組は、我々中高年草野球選手が世界中の野球ファンに向けて。自分たちの苦悩と喜びをお伝えする草野球にこねた番組でございます。いいですね。はい、ええー、まあ、よろく、よず、ミュージシャンのあっきいと。はい。私、小島が東京都本郷。 から、お送りしておる、はい、とます、ね。いいですね。神々でございます、ね。はい、まあ、いいでしょう。<laughs> 東京都本郷。<laughs> 東京都文京区本郷。<laughs> はい。いいでしょう。はっきり、本当、前回も言ったけど、また黒くなったね。そうなんだよ、あのー。先週か。あのー、湘南祭っていうのがあって。湘南祭。はい、あのー。はい 茅ヶ崎がやってるんですけどすごい規模のやつなんだけどそこで出たんですよね5月の、まあそうね、な何日だったら十何本、うん、もう本当にあのビーチでやるわけそうビーチでやってるああそう天気かったんだあの日なんか32度とか3度とかなった日で <laughs>、うん、なんだ10時ぐらいから12時半ぐらいまでいて真っ黒けをもうやばいで抜けた抜けた <laughs> あんまンを傾けました。傾けましたよ、はい。けどさ、あなたまだ5月ですよ。そうなんですよ。その黒さは何ですかこれやばいよね。コーヒー豆みたいな色になっちゃってるもんね、なんかね。ほんとだな。やばいやばい。だけどいい感じじゃないですか。いい感じ。感情焼け具合すぎそう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 。これ以上黒くなると、どうすか。いや、人種が違う感じするよね。俺結構黒くなるんだよね。ねえねえ、ほんとだよね。そういいねえ。あの、選手みたいな感じですよ。ほら。 サニブラウン選手みたいな。ものすごい身体能力のある。そうですよ。てな感じですな。うん。今日はね、はい。先日参加した、はい。えバット。はい。野球のバットのね、モニター。をテスト、しだっつうんですかはいはい。それに参加したんですよ。いいっすね。で、その話をちょっとしようかと思って。なるほどね。うん。あの、同じ、 東京北京ルフのチームメイトで、中島さんっていう方がいてね。はい。この方がね、あの、価格 .com マガジン。はい。っていうところ、はい、を仕事してるわけよ。価格 .com マガジン、ね、あの、要するに、価格 .com あるじゃないですか。はいはい。あれのウェブマガジンみたいなやつね。なるほどね。まあ、あれだな、あのー、製品レビュー的な、ね。そうそうそう。話だよね。うん。たくさん載ってんのね、いろんなのね。なんか知らないけどさ、こう、うん、メディアに載ることってさ、人間ずっと生きてるとあるよね、やっぱ。あるね。 俺、ドラマとか出たことあるっすよね。意味わかんないんだけど。やけくそじゃないですか。いやいやもう、松方弘樹さんとかさ、大谷ず穂ちゃんとかと共演ですよ。知らない、大谷ず穂ちゃん。ホリプロだったかなもうすごい美人でさ、とかさ。ありますよね、ちょいちょい。うん、あるでしょなんかありますよ。なぜかあるよね。ほら、俺は昔芝居やってたからね。そうだよ、役者だったしね。映画本編出てますよ、そうですよね。え。いやー。 <laughs> 俺 <C>、し、<laughs> 俺 CS のレギュラー番組持ってたからね、テレビ。のあ、なんか、言ってたね。めちゃくちゃだよね。おかしい時代があったんですよ。なんかさ、人間、なんかやっぱ、だらだら長くやっていくと、必ず何か変な瞬間があるんだよな。向こうからね。そう,そうそうそう。決してこっちが望んでるわけでもないのに。ではないけどい。なんかこう、避けられない流れと言いますか。そう。 で、それが今やネットにこうメディアが変わっていったじゃないですか。うんうん。相変わらず、やっぱさ、うん、こう話が来るわけだよね。そうだな。<laughs> 誰かがね。まあ、フェイスブックじゃないけどさ、うん、知り合いの知り合いになると誰かいするわけですよ。そうなんか、三人知り合いたとれば誰んでも作るんでしょでう、ね、本当かそれ。計算があるらしいじゃないですか。うん、本当例えば誰かいるなん,なんか。 絶対無理っていう人いる。よくさ、なんか、あの、オバマ大統領に繋がるなんてね、当時言われてましたけど、ね。オバマ大統領は無理だな。三人か。三人。いける。<laughs> ほら <laughs>。いけると思う、多分。うん、あるんですよ、なんか。だな。そういう、あの、な、実際に会えるかどうかは別として。うん,う,んうん、会える可能性があるラインしてはあるってことになるよね。薬師丸ひろ子にも会えるね、じゃあ。 薬師丸ひろこは、ちょっと待ってよ。会える会える。会えるうん。会わしてくれよ。俺のあの先輩のミュージシャンがいて、うん。それの人が松本隆作詞家の、うん。ろこ<の>俺なんか詩書いてんのかセーラー服と機関銃と、あ、あれは木杉隆さんだ。姉妹ですよ。そうだ。うん。 まあだけど、松本隆様で行けば、もうどうなんとでもな,んとでもなるでしょ。<laughs> 昨日ね、<はい S 2> えっと、ちょっと飲みに行ったんですよ。はいはい。そしたら、そのお店の居酒屋のお親父が、俺は伊藤司と友達だって言い出して。でしょだから、それでしょその親父伊藤司はもうどこでも行くって、マジで。もうだって何、何あれ、代表作何伊藤司さんの。 金八先生。ああ、そっかな。う武田哲也さん行くやねん。<laughs> そっか。もう何でも行けるよ。うん、赤木春江とかね。知り合いじゃなかったよ、だけど聞いたら。近くの小屋で芝居やって打ち上げてきたっていう <laughs>。ああ、まあね。知り合いじゃないんだね。<laughs> ただ写真撮ってるよ、ほら、なんつった、一緒に。そうですよ。それお店だから。あれでも芸能人のさ、知り合いって結構いるぜ、俺。そりゃあなたはいらっしゃるでしょう。いや、普通もでもいるよね、やっぱ。 あの、案外、いとこが、そうそう、やってるとかね。案外、いますよね。意外といるんだよね。だから、芸能人って案外、会えるんだよね。頑張れば。けど、俺は別に芸能人に会いたいわけじゃなくて、ひろこと知りたい、知り合いたい。薬師丸ひろこってちっちゃくないいいじゃないか、ちっちゃくて。あ、ちっちゃいよね、あの人。ちっちゃいでしょ、多分。俺、泣くな原ちゃんっていうドラマが好きでさ。なんか聞いたことあるな。かまぼこ屋のなんか、あの、なんか、 仕事してる。かまぼ工場みたいな。そう、薬師丸っいう方だったんだよね。そうそうそう。ちっちゃいなと思って。まあ、それはいいんですバット、バット。すげえずれちゃった。はい、バットですよ。それね、その、価格ドットコムマガジンのにいる中島さんが、はい。自分の趣味を兼ねてね。はい。水野さんから、うん。バットをモニターして、うん。記事にしちゃえと。うん。で、自分もちょっと打ってみたいと。 見てみたあのさ、そういう大人のふりしてさ、やりたいことを実現するやつってもうどうなのよと思うよね。素敵だまさにプロデューサーだよね。素敵やわ。会いたい人に会って大人の特権じゃないですか。そうなんだよね。そうなんですよ。でで、あの、埼玉の野球場に呼ばれ、私と、あと、チームメイトの、マリオ・高野さんの二人で、うち、 で、中島さんと、あとあの、動画なんだよ。なんか動画撮ってたあそうなんだ。うん。その4人で。広い球場誰もいないのに4人って、いんか。で、清掃で来てくれって言われて、我々チームのユニホームです。フルでちゃんと来て。はい。で、あの、こう、ティーバッティングですかはい。で、あの、飛距離などをね、二人。計測したわけですね。そうですね。で、バット2種類。はいはい。ビヨンドマックス。うん。ギガキング。 っていう新しいバットを2つね、日本一打ち比べたという、良かったですよ、ギガキング、ギガキング、ギガキングの中であのトップバランスとミドルバランスという種類があるんですよ、はいはい、でトップバランスというのは重心が先っちょの方にあって、より飛ぶんじゃないかと、遠心力でくるんと、そうそうそう,そうで、ミドルバランスはもうちょっと手前で、はい、えっと飛距離はどうか分かんないけど、こう振りやすい。 振り抜きやすいみたいなね。な扱いやすいという、まあ一応名目。で、はははこう、いろんな、打ったっすよ、ね。なるほどね。ええ、そこで、どっちがいいかは、ここでは言えないんだよね。まあまあそ、それはそうだよね。うん、まだまだ、その、ネタバレになっちゃいますからね。うん、そうですよ。たださ、その、なんていうのバットの性能っていうか、まああれをさ、うん、測るっていうのはさ、うん、何球ぐらい打つわけあのね、うん。マリオさんね、150球ぐらい打つだ。 なんかさ、150球さ、あの、バッティングセーターで打つとするとさ、ほんとゴージャスな気分になると思うんだよね。そうだね。あれ、なんか300円で20球ぐらいっけ ?20 球ぐらいだもんね。だ、な、7倍でしょうもう、2000何本そうですね。大したことない。だけど、あと、飽きてきたりするじゃないですか。まあ、そうだよ、そうだよ。そうだよね。飽きますよ。 まあだけど、せぶたらして打ってましたね。なるほどね。僕は一ゴぐらいだったと思ったんですけど。それは全体的なそのバランスが違うだけで総重量は変わらないってことなんですかね。おそらく同じぐらいだったと思う。なるほどね。だけどやっぱり違いますわな。だよね。うん、あのトップバランスの方がやっぱり重く感じますよ、ね。なるほどね、うん。全然わかりますよす。持ってすぐわかりますから。まあ、もう本当にわかりやすく作っちゃって そうそう<然>違いがわからないかね,ねしかも我々みたいなそのアマチュアというか、はい、いう人にわからないと買ってもらえないわけだからさまあこれ放送を聞いている方はほぼご存知だと思うんだけどさうん、うん、ビヨンドっていうのは本当に飛ぶわけでしょもうダントツじゃないですかそれってレギュレーション的にねうん、うん、問題ないのいやだからいろいろ議論はあったんですよ だってさ、うん、それ使えばいいんじゃんって話になっちゃうね。そう,そうそうそう。だから、えー、っと、小坂選手の息子さんが高校で軟式野球をやって、今大学に行って、ね、大学は準攻式やってるんですど、はいえー、高校のはあれ使っちゃダメなんだって。ダメだろう、だって。うん、そのくらい全然違う。飛んじゃうってことだよね。うん、で他社も似たような構造のバットを追従してるんだけども、はい、やっぱ違うんだよ。 やっぱちょっと。ビヨンドが一番飛ぶわけ。昔からやってるから、うん。やっぱ、あとね、やっぱ開発にかける金が違うような気がする。金と愛でしょ本,気本気。本気なんだな。これ面白いなって思うのはさ、うん、じゃあそんな魔法のバットならさ、うん、みんな使えばいいじゃんって思うじゃん。うん、使わねえんだよな。<laughs> 俺も含めて。<laughs> あのね。はい。 水野っていうのはね、あの、トヨタなんですよ。なるほどね。車でいう。トヨタなんだ、もう、王道だな。そうそう、市場占有率も高く、歴史も長く、品質も良いと。うん。んで、え間違いがないね。うんうん。ものはいい。水野買っときゃ間違いないよ、と。間違いない。まあもちろん車と同様にアンチトヨタがいるように、アンチ水野も、いるってと案外いらっしゃると。 俺はね、別にアンチミズってんじゃなくて、ミズの普通のバットなら別にいいわけよ。ああ、はいはいはい。俺はね、あれなんだよ。クラシックなものが好きだからさ。おうほうええ、要はその、なんていうのもう木製のさバ、バット。うんうんうん、これで勝負したい。あのね、本物で打ちたい。その辺の下りも、はい。実は本編に出てきます。はい、出てくんだね。ええ、まあ、そうだろうな。うん。 で、実は私も、まあ、想像通り、アンチ・ミズノなんですよ。はいはいはい。だから、私の身の回りにあるミズノのものは、野球の、あの、アンダーソックスとか、はい、アンダーシッツとか、そのぐらいしかなくて、道具はないわけ。真のもう左翼だね、もうね。うんはい。いやいやいや、左翼ではない。<laughs> あ、そう。ただ、俺、飛ばしたくて飛ばしたくて、うん、去年やっぱ買っちゃったんだよ。うん。ビヨンド。あのさ、 完全にもう群門に下っとるやんけ。そうだよ。でも背に腹は変えられないし、もう変な見栄を張ってもしょうがないってことだよね。そう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 。うん、いや、んで似たような構造のバット、他社のやつも買ったわけ <laughs> はいはい。で、飛ばないんだよ、思ったよ。その他社のバットと水野の,のビヨンドでいくらかかった両方で、えー。言わなきゃダメですか <laughs> 言わなきゃダメだよ。<laughs> 他社のバットは3枚ぐらい、うん、はい。で、ビヨンドはね、はい 5万着。もねそう、日本で8万か。<laughs> だか言わんでくれ、それを。俺も金額言いたくないな。<laughs> まあいいでしょ。いや、8万で飛ぶなら問題ない。だけど、いや、飛ぶんだよ。はい。けど、劇的に飛ぶわけではないわけよ。まあ、いつもだったら、フライで取られてんのが、抜けたりするけどける、うん、フェンスを越えたりはしないわけ。なるほど。当たり前ですよね。ね。そのためには筋トレをするなり、うん この打撃の技術を、ね、磨くなりしないと、うん、けど他のバットとは絶対違うのははっきり分かるここで一つさ、うん、聞きたいよ社長に。 ビヨンドでヒット打って嬉しいのかってことああ、嬉しいね。じゃあ返すかあ嬉しいね。俺はもう早くね、君からその3割3分とかね。そうですよ。割とか。そういう時間を早く脱却したいんだよ。何のバットだろうが。俺でもあれだぜ。打った時のバット、ビヨンドじゃないよ。ビヨンドじゃないね。うん。あの、金色のやついや、ギャラバット。あ、ギャラバットか。そうかそうか。あ、そうだな。でもあれも実はトムバットなんだよな。 まあ、コルクが入ってるらしいけどね。<laughs> いや、もうね、そんなこと言ってる暇ないわけよ、我々には。何あの、水野がうんたらとかね。<laughs> 本気だとか本気じゃねえとか、そういうことを言ってる前に打ち上がれってう。<laughs> そ,そう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 。んで、打ってほっとしたら、やっぱり水野はどうだろうって言えばいいじゃないですか。<laughs> なるほどね。 いや、しかし、実際、あれでしょその、買っちまったってことは、もう手応えはあったってことだよね。そうですね。もう、カローラ買っちゃったみたいなことでしょカローラじゃないと思うな。カローラじゃない。違いよ。だって、お前、<laughs> <え>5万円のバットだからね。そうだよね。そうだよね。トヨタの中で言ったら、そう,そうだね。レクサスなんじゃないのレクサス買っちゃったみたいな,ない。プレジデントとそうだよね。ああ買っちゃったな。でも、結構いいな、っていうことでしょうん。買ったんすか。そうそう,そう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 。っていう表、あの、あれだね、周りのね。うん だからそうだよ。何かこでこ打つから、これで。みたいななるほどね。でも実際さ、確かに打てれば何でもいいっていう考え方はあるよね。うん。いや、本当にさ、キリがないもんね、言い出したらさ。靴だってそうじゃん、ね、はいはいはい。あの、好きなものを使えばいいと思うんですよ。んで、あの、いろんな時期があっていいと思って、要するに水野が嫌だっていう時期があってもいいし、いや、もうそんなこと言ってらんないと。 いいと思ったら水のでも買うんだっていうのもあってもいいし。そうだね。まあ、ブレてもいいじゃないですか。だいたいスポーツってそうだよね。あの、例えば、瞬足っていう靴が出たんじゃないあったね。はいはい。早く走れるみたいな。とかさ、でもいいし、そのオリンピックだってさ、なんかあの、狂ったスイムスーツみたいなの着てたりなのね。パッツンパッツンなやつ。そうそう。破けちゃうやつすぐ。なんかしないけど、一人で脱できないやつ。できないっていうさ、 まあそれを考えると、やっぱりもう、全員横並びにするのは無理だしさ、ね、好みもあるから、まあいいのかなと思うな。何言ってんすかミュージシャンだってさ、いろんなまあエンドズメント契約があるんでしょうけども、契約が終われば、ライバルメーカーのブランドのギターを使ったりだってするときあるわけですよ。両方とエンドズした人見たことありますからね。<laughs> アメリカ人ですけどね。やばいなと思ったよ、本当 <laughs> いや、トヨタと日産の同時に乗ってるみたいな人いましたよ。それでもいいっていうことなんだよね、だけどね。そういうことですよ。ね。もう,もう力ですから、それはだけで。っていうか、もう言えない感じだよね。そういうことですよ。<laughs> うん。だから、あの、プロスポーツ選手も、全然、あれ多分、まあ何年縛りか分かんないけど、どうするか割れば。まあそう、何やったら。もう何にね。競合使おうが。ですよね。うん、でも、ギターはやっぱりさ、まあ、いろんな人いると思うけど、なんていうのやっぱ、 王道の本物のギターを使いたいなとは思いますよ。そうですか。うん。まあ、あのー、違いがはっきりあるでしょうからね。野球の道具って多分各社そんなに違いないよ。ま、見た目も似たようなものばっかりだもんな、うん。で、作ってる工場が同じだったりするから。そうなんだ。自社工場で全部作ってるブ、あのー、ラインナップなんてごく一部で。そうなんだ。9割ぐらいは工場を外注してるわけ。うん、なるほどね。で すべてのメーカーのグラブを作ってる工場とかがあったりするわけ。カセットテープと同じだ。ああ、そうかい。俺カセットテープの工場のなんかテレビ見てて、うん、バーって作ってんだけど、うん、TDK とかソニーとかいろんなラベ,がラベルだ。あ、そっち聞いてと思ってさ、<laughs> マジかよとか思ったことありましたよ、うん。だからね、マニアはね、工場で選んだりするんだよ。多分そうだろうな。うん、テープだってさ、その、一番いいのはさ、違うとこで作ってたはずなんだよ、うん、そ,うそ,うそうそうそう。ただね、 ものすごく隠す。なるほどね。当たり前だけど、メーカーは、あの、絶対言わないし、うん、だか誰かの口捨てで、このブランドのこの種類は、うん、あの工場。なるほどね。それ以下は全部あの工場とかっていうのを口、口コミでなるほどね。うん、なんか噂によるとさ、あの、うん、コンビニのくじとかあるじゃん。はいはい。当たりってはんこう、印刷してるとこ違うらしくて、うん 見りゃわかるらしいぜ。えあの、こう、擦るやつじゃなくて、なんか、ペルってめくるやつとかさ、なんかわかんないけど、うん、なんかね、半が違う感じがするんだって。<laughs> もう俺たちにはわかんないのかもしんないけど、うん、らしいよ。ああ、そう。うん、あれ思ったより当たるもんな。当たる、なんか、ジュースとかね。うん ビールとか当たるよ、ね、あれさ、当たんなくていい時に当たって。そう,そうそうそう。そういらねえんだけどね。気づいてね。で、こう、奥に行って探してきてみたいな。そう,そう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 。ありがね。まあまあそうか。どうでさ、レビュー、レビューアーとしてはさ。うんうん。どういう感じでした面白いうん。あのー、練習になったっていう部分もあるしね。なるほどね。うん。あとね、その、ところ座の某野球場でやったんだけど、うん なんかね、天気も良くて、超気持ちよかったの。ああ、いいね。うん、あの、雰囲気とか。はいはいはい。なんかもう、原っぱっていうか、その辺の空き地に近いようなグランドだったんだけど、まあちゃんと一応グランドなんだけど、うん、周りの雰囲気がさ、な,るほどね、なんか、いいなぁ、昔子供の頃こんな感じのことやったかもしれないたみたいな。バットだからいいよね、これさ、靴とかさ、グローブだと地味だよね、取材としては。そうだね。 靴だ、スパイクだと走ることないから走るしかないからね。無理です、うん。グローブのさ、はめ心地とかさ、全然人によって違うもんね。そう,そうそう。あの、あとグローブの場は皮なので、うん、仕上げた人、仕上げ方によって全く変わるから、ね、なかなかレビューは、レビューしづらいん、ね。そうだよね。吊るしのまま使わないってことを考えればね。うん、吊るしのままだと硬くてついて使えないでしょうそう、ね、柔らかくする、その職人うん。もしくはユーザー自分 によってか、全然、パフォーマンスが変わるみたそういうことだもんな、うん。やっぱバットぐらいが一番。いいんだろうね。うん。面白かったですよ。あれね、もうちょっといたら面白かったかもね。人がね。うん。だから、うん、1二十二いたら多すぎるか。5人ぐらい、レビュアがいれば、意見が割れたりとかね。あ,かねあったかもしれないで、ね。いいすね。今度はあれだよね、その、ビヨンド対、うん、普通の木のバットとかやってみたら面白かもね。おーお,ーおー。 木ね、どう考えてもさ、ビヨンドの方がいいわけだからさ。うん,うん。もう,うもう、なんていうの木を選ぶ理由はもうただ一つでさ。もう俺は、真面目なんだっていうのを言いたいだけだよね。<laughs> あとね、音はいいかもしれない、木の方。ああ、打った時はいえそうだね、そうだね。あの一応、パコーンって感じの音がするじゃないですか。うんうんうん、そうだよね。 ビヨンドさんはやっぱ若干打感と音が嫌だっていう人がいるらしい。なるほどね。ビヨンドっていうのはなんかあの、当たるところがゴムみたいな感じなんですよ。だゴムとゴムが当たる感じなんだね。うん。なるほどね。そうか。いいっすね。面白かった。うん。もらえないんでしょ、それ。もらえないすね。もらえない。返さなきゃいけないみたいな。そりゃそうだよね。 もらえないよねなるほどねメーカーチェックとか入るのかねいやたいないんだうんガチンコだねじゃあねもうどんどん使ってくれと確かにねいろんなところで聞いたことあるんだよビヨンドがテスターモニターにどんどん貸し出してるってうなんだ。高いからさまあそうだよねだからそうやって体感してもらって初めて売れる そうかもしれないねで、その、なんていうのフェアみたいなのもできねえもんな、なんな、広いグラウンドが必要なんだからね。<laughs> そうだね。メディアとかね、YouTuber ーーの人たちにはね、集まってそういうのやったりするらしいよ。なるほどねそっか。やっぱ YouTuber ーーすごいなー今野球 YouTuber ーーすごいすごい,すごいもんね。もうあれ、うまいしね。そうそうそう。うまいってのは要するに、アマチュアレベルでうまいんじゃなくて。いや、そうだよね。もう、ギリギリ プロ引っかかんじゃないのそうそう、人ばっかりだもんな。なんかだけど、これをきっかけに、もうちょっとなんかが、水野さんと仲良くなってそうですよ。パイプができて、ね。今度は何か、面白いもの持ってきて、商品開発なんかね。そうですよ。させていただいて。いや、嫌だな、なネーミングまで。あ、ネーミングとかやりますよ、みたいな。いですね。もちろんだけど、ビヨンドマックスは、今、ギガキングな その前はメガキングなわけですもちろん来年はテラキングテラキングになるわけだよねその次なんやねんわかんないテラの上テなんて知らんよそんなのなんかさそれもね現場で話が出てさなんだっけペタとかそういうやつだそう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 ペタかなんかわかんないこれけどペセタとか言ってそれ通貨だとか言われてさなっていくんでしょうねでもペタなんていう単位誰も馴染みがないしな テラだってようやくギリでしょう。そうですよ。どうすんだ、ね。名前変えようってミえートにそうしましょう。提案してあげよう。はい。ということで選出を行ったバットモニターの話題でございました。はい、はいはい。どうもありがとうございました。サ野球を笑う。